なし。ヒナの弓も射抜けぬものなし。掛川城を包囲せよ。ここで任せあれ。今川を滅ぼす。これも徳川、いえ天下のため。殿を罵る者は稲が成敗します。今川北条連合軍が城の守りを固めている。正面突破を避け、地下道より天守を目指す。地下から死刑を攻めれた。さすがに罪悪感感じてんのか。家康、立ち者、稲が成敗いたしました。人間じゃ。敵将撃ち取ったり。承知いたしました。救援を。
せやれ。徳川の意図を止めている。敵を城内に引き込み、その隙に小太郎に本体を襲わせる。我ながら上出来だ。承知いたしました。やつもの皆が成敗いたしました。救いやがったが、徳川の覚悟ってやつの中身見えてきたぜ。我らは是が非でも今川を滅ぼさねばならんのだ。開門。朝天守に氏真殿がいるよ。側近を撃ち、氏真殿を捕らえよ。知らずに尋常に勝負いたせ。やちもの稲が成敗いたしました。やちもの稲が成敗いたしました。叶う相手ではなかったか。力入れてないの。マロの首はやらぬの。ミナが成敗いたしました。押してまいる。近寄るでないぞ。マロの首はやらぬぞ。敵将、我が年次の記憶に留め。竹川会場に協力下され。さすれば無駄な血が流れずに済む。わかった。協力するの。うちだねじゃ。脅されておるゆえ門を開けてほしいの。平和で無害な氏真様を脅してけど、てめえらの手に数えさせてやる。開門。怖い。全門の句が根本のタヌキじゃの。マロは逃げるの。おいおい、氏真に愛想尽かして今川の家臣どもが逃げ始めてるじゃねえか。開門。敵将、我が年次の記憶に留め。
天守守りきるぞ。強すぎる。が、我が主に変わりなし。承知いたしました。一真様の御身は、それがしが守り通す。優しすぎる。ならば我らが鬼となり
殿に代わり悪事を引き受けよう。なるほど、家康は鬼にならん。あいつは家臣に重に背負わせる男じゃねえ。敵将、我が年次の記憶に留め。味わってみたいとダダをこねて連れてきちゃいました。勝手なことしてすみません。いいえ、もののふの男子として立派な心がけだと思います。いいですか、戦場に出たら必ず一番槍を目指すのですよ。そして死を恐れてはなりません。主に忠義を示したくば討ち死にも辞さずです。何でもコクンってうなずいて可愛いな。私もこんな息子が欲しい。あのすみません、イーナさん、討ち死に推奨はちょっと。本田家の家訓は家家には強烈すぎます。では最後です。大きくなったら私のようなお嫁さんをもらうのですよ。